これだ。何？堂島組が人言派を？はかどってるか、誠。なんだ、河原さんか。脅かさないでくれ。悪かったな。ちょっと表の様子を見てきた。まだ誰にも気づかれてねえみてえだ。13号資料室なんかに近づく人間はそうはいねえだろ。ついにその事件にたどり着いたか。さすがだ。知ってたのか、この事件を。ああ、最後のページを見てみろ。河原さんと府警の別所さんが。ああ、俺たちが担当したんだ。あんた、この事件を知ってて今回の捜査に参加したのか。ああ、公安の倉橋は人言派を探ってると耳にして捜査の協力を申し出たんだ。なぜ。俺はその事件に借りがあるんだ。借り？もう俺の役目は終わった。あとはお前に任せる。どういうことだ。わけは聞くな。河原さん。あの人言派の事件を課長が担当していたってことは、柏木さんの言ってた担当刑事っていうのは。ああ、別所さんだ。本当に？間違いない。極秘の資料に名前が載ってた。河原のおっさんもそう言っていた。私にはそんなことは一言も言ってなかったのに。河原さんは俺にこれを渡して事件から降りた。どういうことだ。わからん。だがあのおっさん、まだ何かを握ってるのは確かだ。どうやらこの事件に借りがあるらしい。借りか。どうしたんだ。信じられないのよ。どうして課長が。記録によると、当時神室署の4階にいた別所さんは堂島組の動きを察知していた。だが裏で手を回して事件を黙認したらしい。つまり課長がヤクザを利用したのよ。神室町の治安を回復させるには一番手っ取り早い方法だと判断したんだろう。しかし上層部にそれが漏れて別所さんは府警に飛ばされた。伊達さんはもうこの辺で手を引いた方がいい。人言派はただの組織じゃない。深追いすると命に関わる。それに警察に追われている身だ。バカ言え。今さら後に引けるか。お前これからどうするんだ。合田会長がまだ見つかっていない。龍二を追いかけて関西へ向かう。桐生さん、ちょっと待ってください。桐生さんでしょ。お前は高志。はい。あの、その節はお世話になりました。ちょうど1年前、俺は西の花屋の息子高志を助けてやったことがあった。高志は跡部組の組長の娘京香と
真面目に暮らしているはずだった。ねえタカシ、何やってんの？競馬で儲かったからおごってくれるんじゃなかったの？誰だそいつは。強化はどうした？あ、これはその、頑張って強化を幸せにするんじゃなかったのか？それは結局半端なままか。違うんです、キリュウさん、聞いてくださいよ。何？おい、いや、
1週間前の映像だ。もしもし、私、うん、うん、会ってくれるの？うん、わかった。今ならたかし出かけてるから大丈夫。じゃあいつものところで。くそ、今日か。こっちこっち。もうやめてくれ。これ以上見たくない。お前が依頼したことだ。最後まで見るんだな。あれは お父さん、何度もごめんなさい。あの男、また仕事を辞めたそうだな。それは、たかしのせいじゃなくて。お前たちにはまだ無理だったんだ。もう諦めたらどうだ。いつでも戻ってきていいんだぞ。ありがとうお父さん。でも私、たかしのこと信じてる。今は悩んでるけど、きっといつか私を支えてくれる。だから私、彼を支えてあげたい。頑固者め、全く誰に似たんだが。たかしがきちんと就職したら、何年かかっても必ず返します。あの男には期待しとらん。お前が惨めな生活を送るのが耐えられんだけだ。おう。ああ。おい。ん？ああ。遅いわよ。どうしたんだ、そんなもん取り出して。もう誰も信じられないわ。課長は今まで私にカムロ町にいたなんて話一度もしなかったわ。ずっと信じてきたのに。別に別所がお前を裏切ったわけじゃないだろう。裏切りよ。私が四課でどんな思いをして今までやってきたか。
あの人だけは私のこと理解してくれてると思ってた。でも自分は裏でヤクザとつるんでたなんて。あなたには悪いけど、まず最初に府警に行ってもらうわ。人言派の事件を調べるのが先よ。勝手にやれ。俺は郷田会長を探す。勘違いしないでね。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。勝手な行動は許さないわ。いいわね。わかった。すまんな、こんなとこしか空いてのうて。まあ話するにはここが一番ええやろ。で、わしに何の用や。二十数年前、神室町で起きた道島組と人言派の抗争事件、課長が担当していたそうですね。なんや、取り調べみたいやの。そうや、わしが担当した。それがどないしたんや。課長、今回のミレニアムタワー爆破と郷田陣、堂島大吾の誘拐の一件、人言派が絡んでいる可能性が高いです。担当直入に聞きますが、課長何か知ってらっしゃるんじゃないですか。知らん。でも、まあ待てや。わしが知ってんのは昔の事件のことだけや。今回の事件のことなんか知ってるはずないやないか。じゃあなぜ今まで人言派のことを私に教えてくれなかったんですか。事件との関係性が見えへん以上、不必要に情報を伝える必要はない。混乱を招くだけや。本当ですね。ああ。じゃあ二十数年前に起きた事件のことを教えてください。せやな、何から話そうか。もう聞いとるかもしれんが、当時わしはカムロ署の四課におったんや。知ってます。それで堂島組の手引きをした。まあ簡単に言うたらそうや。せやけどそれしか道はなかった。警察ではどうにもならんかったんや。あいつらの実態はつかめんわ。略奪と暴行で市民は恐怖に陥るわ。人言派がカムロ町に拠点を構えてから手がつけられんほど町を荒れとったんじゃ。どんなことがあろうとヤクザとは裏取引をしてはいけない。それが腐敗の一歩になるんだと課長はいつも言ってるじゃないですか。あん時は他に方法がなかったんじゃ。質問を変えます。消えたはずの人言派がなぜか今動いている、これについては何か知ってるんですね。当時人言派の構成員は36人の組織やった。このうち死体として発見されたのが33人。3人生き残りがいるってことか。そうや。そのうちの一人をわしは知っとる。誰なんですか。教えてください課長。蒼天堀に桂馬という店がある。そこにおるわ。名前は。今は村井という名前で生きとるわ。村井ですね。佐山、村井を大阪に連れてきたのはわしや。村井っちゅう名前もわしがつけたんや。え？あいつは奇跡的に一命を取り留めたけど、人言派の掟は生よりも死、服従戦闘を生きることは許されん。
そこで村井は生きることを選んだんや。せやからカムロ町から逃げる手助けをしたんや。他の生き残りからの報復を避けるためか。そうや。わしと河原が関西へ赴任するときに一緒に連れてきた。河原さんも関西に。佐山。はい。今日付で身辺保護の任務は終わりや。え？命令や。理由を言ってください。人言派が絡んでるとなりゃかなりの危険が伴う。私が女だからですか？ちゃう。そんなこと言うとるんやないわ。四課の捜査範囲から外れたってだけや。今更そんなこと言わないでください。犯罪者を取り締まる、それが私の仕事です。今回の事件はヤクザ狩りのようにはいかんのじゃ。相手は同じ人間じゃないですか。お前は人言派の恐ろしさを知らんからそんなことが言えるんや。あいつら女やろうが子供やろうが手加減せんのんじゃ。でも私は。これは命令や言うとるやろ。見ての通り頑固もんでの。佐山のやつ守ってくれるか。あいつ守れんのはあんたしかおらんねん。頼む。一つ聞きたいことがある。なんや？河原さんの発砲事件を知ってるな。堂島組と人言派の事件と関係があるんじゃないのか。それに関西への赴任とも。これ以上のことはわしの口からは言えん。とにかく佐山のこと頼んだで。おい。ええ。
あんたら何してんねん。姉ちゃん、俺らに何か言おうか。逆らったらどないなるか分かっとるやろな。はよ行き。待てや。なんや。なんかこう急に胸のあたりがカッカホテってきてな。それがどないしたんや。本当ええー、女やな。一晩俺らに付き合わんか。自分何言うてるか分かっとんのか。当たり前やがな。刑事さんやから余計に興奮すんねん。これ以上侮辱したらパクるで。うう、怒った顔がたまらんな。俺は強い女はもっと好きやねん。その女のボディーガードだ。お楽しみはこいつ片付けてから。どうしたんだ。いや、私たちなんか変だなと思ってね。ん？ねえ、今夜空いてる？ああ。ちょっと遊びたい気分なんだけど、付き合ってくれる？
ごめん、待った。意外にビール売ってなくって。いや、街を見ていたところだ。はあ、おいしい。お前さっきも飲んでいたんじゃないのか。運動の後の一杯はちょっとちゃうねんな。いい場所だな。ああ、ここいいでしょ。今日付き合ってもらったお礼や。本当はうちしか知らん秘密の場所やねんけど、今日は特別に教えてあげるわ。気分だ。もうちょっと飲むやろ。買ってくるわ。ん？悪い、気が利くんだな。無理して褒めたってビール以外出てこんよ。別に無理したわけじゃねえよ。何言ってんの。うちはね、そういうおだてとかお世辞は好きちゃうし。本当に素直にそう思っただけだ。せやからさっきも言うたけど、褒めても何も出てきえへんよ。そういうところは案外可愛いんだな。な、あのな、うちは今まで優しいなんて言われたこともないし、可愛いなんて言われたこともない。男勝りで現場でもうちが乗り込んだらみんな引いてるわ。せやからあんたが言うてることが嘘やってことくらい分かってるし、そんな言葉言うてもらうためにここに連れてきたわけやな。そいつらには分からねえだけなのさ。何が？お前が刑事である以前に女だってことがさ。周りが何て言おうと気にするな。人間、自分らしくいることが一番大切なんじゃねえのか。そりゃそうやけど、今のお前は周り気にして突っ張ることに必死で、自分自身を見失っちまってるんじゃねえのか。世の中にはお前のいいところを大切にしてくれる奴だってきっといるはずだ。どうした？行こう。ちょっと酔っ払ったわ。うちはね、そういう女としての幸せってやつは求めないことに決めたんや。そりゃ好き好んでそう考えたわけやないけど、でもそう考えてきたからこそここまで来れた。そして今の自分がある。その気持ちは誰にもわからへん。私にしか。ああ、そうだな。え？俺はお前の過去の全ては知らねえ。でも俺は誰が何と言おうと、本当のお前は優しい人間だって思ってるぜ。あ、おせっかいだったかもしれねえが、一人の男の意見として覚えておいてくれ。あんたって不思議な人やね。本当にヤクザやったのが信じられへん。だから言ったろ、人から見た印象なんてその程度のものだってことだ。酔っ払ったんだろ、帰るか。え、あ、うん、そうやね。俺はもうちょっとここで星を見てるよ。え、じゃあうちも。明日は生き残りの男と会わなきゃいけないんだろう。今日はしっかり休め。それに俺は逃げも隠れもしねえよ。そういうことやなくて。今夜は俺に借りがあるはずだろう。素直に言うことを聞け。そう、分かった。
今日はママのところに行くわ。葵か。うん。じゃあ明日の朝10時、橋の上で待ってるわ。わかった。ねえ。ありがとう。何やお前は。何すんねん。あんたそれを捨てたら後悔するんじゃねえのか。何やと。それ入れ墨の下絵だろ。しかも普通の図柄じゃねえ。なんであんたそれを。ひょっとして筋もんか。まあ近いところだ。兄ちゃん、うちに寄って茶の一杯でも飲んでけや。ついてこいや。帰ったぞ。お帰りなさい、師匠。わしの客人や。これあいつに見つからんようにしまっとけや。あ、はい。おい、何してんねん。あんたも早来いや。お客さん、どうぞ奥へ。ああ。これはうちの一家に伝わる竜の下絵でな、代々かざぶりを継承したもんにしか掘れんしろもんや。交流か。よう知っとるな。そう、四神の長と呼ばれる伝説の竜交流や。
Yeah!
キリュウさん。ああ、何？10年前、郷田隆二を初めて見た時、わしは衝撃を覚えた。この男はわしの生涯最高の下地になる男やと。そして代々伝わるあの竜を掘ることを決めたんや。せやけど筋彫りしようとした時、わしの手は動かんようになってしもた。そうなんです。だから私がその続きを師匠に代わって掘ったんです。これがあのダブリさんの竜。俺はこの竜を背負ってから多くのものを得て、多くのものを失った。だが俺は竜を掘ったことも、今の自分があるのも全て運命だったと思ってる。あんたたちが郷田隆二に掘ったことは間違いじゃない。桐生さん、力を持った人間はよく道を間違える。だから人間なんだ。だがその道を正すのはあんたたちの仕事じゃない。あんたたち掘り師には掘った男の顛末を見届けることしかできない。アキナさん、もしあんたに掘り師としての責任があるなら、風掘りを継承して龍二の行く末を見届けるべきなんじゃないのか。桐生さん、それじゃあな。桐生さん、私もう逃げません。5代目風掘りを継ぎます。ありがとうございました。